はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモード続きをプレイしていきたいと思います。今回はまずミッション5、ここから始めていきたいと思います。米海軍ロバート・J・レイノルズ大佐が指揮する艦隊に挑む水上艦潜水艦の両部隊で構成されているということなので、まあ、今までは対潜水艦戦あるいは対水上艦戦ということで、まあ、どちらか一方にだけ対処すればよかったんですが、まあ、今回は両方に対処する必要がありそうということですね。では早速、見ていきましょう。海域、南西諸島沖、深海の魔人、作戦区域南東部に2つの小島が存在しているということです。進路は深く安定している、潜水艦船に有利ということです。敵艦2隻以上の水上艦、1隻以上の潜水艦が配備。助言としては、平均深度は800メートル、ロス級の潜航可能深度は400、その差400、これをうまく活用せよということですね。では持ってく魚雷だったり、その本数だったりっていうのを決めていきましょう。まずマーク48の魚雷、これは対水上艦船を目的としているので、これある程度数必要ですよね。最低でも2艦以上いるのは確認済みという状態なので、16本ほど持っていきましょう。さらにマーク50の魚雷、これは対潜水艦船用なので、これもね、ある程度数は用意しておきたいと思います。ただ高価なので安いマーク46、これを残り持っていきます。今回ハープーンは必要ないかなと思うんですけども、一応ね、対水上艦船の切り札として、2本持っていきましょう。でデコイが2本、カッターが2本と。で残ってる 18,000 ポイントは、今だとちょっとレベルアップに使えるものもないので、次のミッションの備えとしてこれで出撃していきます。ではミッション画面に移りました。ではまずはボトムに入って敵の大まかな位置を確認してから、どこをね、狙っていくか、どこに進んでいくか、このあたりを検討していきたいと思います。800以上の深度ということで、ここは910がボトムになっています。でこの後、索敵データが入ってくるので、それでね、敵の大まかな位置を確認したいと思います。左から早速ですけど、アクティブを当てられましたね。ロサンゼルス級の舷船、フィラデルフィア。攻撃型、同じくロサンゼルス級、バトンルージュ。この2艦が、ボトム状態でいるということですね。そしたら、こちらも、敵の位置を確認したので、魚雷が撃てる500まで深度を上げます。浮上します。その上で先に魚雷を当てたいので、魚雷が撃てる距離まで詰めていきます。じわりじわりと敵が接近してきている。ここで魚雷マーク50をまず1本撃ちます。でアクティブを当てます。アクティブを当てたらすぐに魚雷が出たので、方向を変えて敵の反撃に備えましょう。まずこの1本目の魚雷、敵はデコイで回避してくるのかな。そうですね。そしたら2本目当てに行きます。このためにね、次の位置取りを行っていたので、次の魚雷これこそ当てましょう。魚雷出た。これが当たるかどうか、真横から当てます。これだと敵もデコイの魚雷発射できないでしょう。かわされた。では次の魚雷、1番艦から出します。今ね、2本同時に撃てるので、1番艦2番艦の魚雷艦が使えるという状態です。魚雷出た。これもかわされましたね。距離が近すぎるので、ちょっと距離を取って次の魚雷に備えます。魚雷命中。ただこちらにも多少損害が出るかもしれないですね、この距離で爆発すると。よし、ノーダメージ。まずは1巻目撃沈。ただ、マーク50の魚雷何本か失いました。
アクティブを当てられました。ちょっとこのままだと不利だと思うんですが、震度500のまま、距離5ノットまで減速。敵が接近してきたら魚雷を当てます。敵の後ろを取りました。マーク5、10の魚雷1番艦から発射します。魚雷出た。命中。フィラデルフィア、撃沈です。では次、水上艦がね、おそらく矢印の方向、今消えてしまいましたが、上の方にいると思いますので、そちらに向かって微速前進。震度もちょっと下げておきましょう。800まで先行します。敵が盛んにアクティブを打ってきているので、もう敵は近いと思います。一旦、魚雷が撃てる500の距離まで浮上。アクティブをこちらも撃ちます。当てましたね。敵確認します。ミサイル巡洋艦、レイヒ級のレイヒ確認しました。魚雷、撃てる距離まで詰めます。さあ、敵の横につけました。敵が旋回してくるので、ここで魚雷当てます。1番艦、2番艦から魚雷発射。命中。レイヒに魚雷命中。撃沈です。あとは残っている敵の機関。ごめんなさい。レイヒが敵の機関でしたね。ミッション5。ちょっと魚雷を何本かもらってしまいましたけど。なんとか、ランク B は確保しています。では次のミッションに進みます。ミッション6、レベルが4まで上がりましたね。米海軍、テレンス B カーバー大佐が指揮する水上艦隊に挑む。強力な水上打撃戦力が艦隊に配備されているということです。インド洋。敵艦はイージス巡洋艦が複数。これはかなり手強そうですね。対水上艦との戦闘では敵艦隊の侵入経路が重要。敵そうな機関内ウェイキー戦術の根幹。これを見せろということですね。ウェイキーというのは、まあ、敵の、本当に後ろですね。船尾につくということが重要になってくるのかなと思います。今回は対水上艦戦ということなので、マーク48の魚雷をちょっと多めに持っていきましょう。では、ミッション画面に入りました。早速、敵の位置確認してます。このまま、真正面から突入すると、おそらく危険だと思うので、敵の後ろにちょっと回り込むような、操作をしていきたいと思います。ちょうど今、敵艦とすれ違ってますね。この後、敵の後ろについて、魚雷を大量に、お見舞いしてやろうと。そういう作戦ですね。敵艦隊の後ろに出ました。では、ここから、アクティブを当てつつ、魚雷を撃っていきましょう。命中。キットに、命中した魚雷で、まずは、撃沈。ミサイル駆逐艦、キャラハン、撃沈です。さあ敵の機関に向けて魚雷命中。ミサイル巡洋艦ベラガルフ撃沈ですね。いやマーク48の魚雷は対水上艦戦には相当強いですね。米国の誇るイージス巡洋艦を撃破、列強各国に我が国の戦闘能力を、まあ、認めさせたというところですね。ではもう一つ、ミッションやりたいと思います。今度はロシア海軍がいてですね。ミハイル・ミロル・ビエッツ大佐が指揮する艦隊。戦略型舷船、攻撃型舷船が配備されているということで、今回は対潜水艦船になりそうですね。深度100メートル浅くは浮上ができない。敵艦は最新鋭の舷船ということです。
今回は、潜水艦船ということなので、マーク50の魚雷を多めに持ってきました。まずは敵の位置が全くわからないので、ボトムについて敵のおおよその位置確認していきましょう。お、早速敵いましたね。浮上して一気にドスンと当てたいところです。敵、戦闘艦、セバロド・ビンスク級、オムスク。さらに同じく、ノバボ・ボルスクですね。非常に読みづらいですね。さあ、どっちが先に敵を見つけるか。ん？見つけられたな。では、ちょっと移動して敵の横に回り込んで魚雷を当てに行きましょう。大きいですね。敵魚雷ね。では、速度を落として、魚雷発射用意に測ります。魚雷1番艦、2番艦から、魚雷を当てに行きます。500メートルまで浮上。アクティブを当てて、マーク50の魚雷1番艦、2番艦よりホーミングで出します。敵も旋回してきましたね。では、魚雷が出たのを確認したので、敵の攻撃に備えます。かわされた。では、次の攻撃に入ります。旋回しつつ、魚雷を装填。ちょうどいい位置で魚雷出た。有線弾で出します。衝突コースか。かわされましたね。では、次の魚雷、1番艦、2番艦よりホーミングで出します。ホーミングの場合だと、発射したらすぐに、次の攻撃に備えて、見えている、もう一隻の敵の原潜に、アクティブを当てましょう。敵も魚雷撃った。では、ここで回避に入ります。魚雷命中。撃沈。かわしきりましたね。では、沈没船を撃ってこちらの身を隠します。で、その隠れたところから、こちらの魚雷を一方的に当てていきましょう。沈没船からの魚雷をもらうという、ちょっと恥ずかしい感じになりましたけども、でもまあ、これで敵の原潜をね、攻撃できる絶好のポジションについてます。命中。もう一発当てないといけなそうですね。有線弾すかさず撃ちます。二発目。命中。まだ粘る。敵が向き直ってくるので、その前に、当てたい。魚雷もう一発。三番目。命中。撃沈。三本必要でしたね。では、どこかにまだ敵が潜んでると思うので、ボトムについて確認に入ります。さあ、敵の源泉発見しました。こちらの位置が削られてるかどうかわからないですが、真横から魚雷をね、撃てる距離にいますので、当てていきましょう。まず1本目。魚雷。出た。気づいてるな。かわされた。では、敵の後ろにつきます。魚雷命中。
ただ、ちょっと致命傷にはなってないかな。いや、撃沈できましたね。ミルフ・ビエツ撃沈。ちょっとちゃんと言えてないかな。沈没船に当たってしまった魚雷の回避をして、ちょっと仕切り直しですね。魚雷、2本。真横から。命中。撃沈。命中。これも機関じゃない。ハリコフ。撃沈。ただまだ敵いるのか。どこにいるんだろう。ちょっとまたボトムに入りましょう。もう魚雷の数があまり残ってないので心配です。敵戦闘艦ボレイ級。ボトム状態の可能性ありということで発見してます。ではちょっと距離を詰めて先制攻撃当てたいですね。もう魚雷の数があまり残っていないというのが発見。ボレイ級。敵も当ててきましたね。まずはマーク50は残してマークの46。これ2本ホーミングで出しましょう。で、本命のマーク50は温存する。敵がデコイで返してくる可能性がありますからね。さあ、出た。そしたら敵の後ろに回り込む動きをしながら、本命のマーク50、これを撃つ準備をします。当たった。本命はこれ。マーク50の優先弾。これを至近弾で当てる。どうだ。かわされた。残っている魚雷は、もう数が残り少ないんですが、もう残っているもの全部当ててても撃沈するしかないので、当てていきます。命中。マーク48。これで削っていくしかないですね。なんとか残っているマーク48、48の魚雷を連発して撃沈です。いやいや、魚雷がね、ちょっと足りなくなっちゃいますね。はい。というわけで、ミッション3つこなしてきました。いかがでしたでしょうか。ちょっと魚雷をうまく当てる技術、性能アップ。このあたりはね、優先度が高いかなと今回は感じました。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。